クス。今日はですね、YMJ 祭りで行きたいなと思います。こちら、じゃじゃん、山もみじの2番でございますと。はい、座がえげつない山もみじの2番。これ、まあ、途中で落としたいのと、あと、YMJ の7番。じゃじゃんと。こいつね、実は全剥がりかけてます。前歯がりかけて復活してきた目の数がえげつないんで、これは肩歯がりやっていこうかなと思います。はい、早速やっていこうかなと思います。ハサミに油さしてきました。滑りバッチリです。はい、 YMJ の2番から先にやっていくんですけど、こいつねでかすぎていつものアングルだと映りきらないんですよ。だからこのアングルでやります。まあ途中で剪定するくらいなんでね、大したことはやんないですけど、適当に輪郭でパチッと、輪郭でパチッと、それを繰り返していくだけですね。よっちょい長めに切ってもいいかな。この時に関してはね、輪郭が一部削れてるんですよ。上から見たらわかるかな、綺麗な丸になってないんですよね。こんな感じでここ足りないの分かります？丸がここ欠けてるじゃないですか。だからこの部分はできるだけ残してあげたい。本当はね枝継ぎとかやりたいんですけど、ちょっと今できそうにないんで、一旦この丸の欠けを埋めてくれるこういう枝、この辺の枝はちょっと長めに残して、他は綺麗に輪郭で切るっていうことをやっていこうかなと思います。こんな感じでちょんちょんと、こう、ここが足りないんですよ、ここが。だからここ残してます、長め。はい、じゃあ早速やっていきましょう。ちゃんちゃんと落とすだけなんで、まあ何の見応えもないんですけどね、ひたすら落としていきます。ドンドンドン、はっ、はい、ということでこんな感じで輪郭である程度切り戻しておきました。ジャンとジャンと、こんな感じね、適当です本当に。で少しだけ葉が多いんで軽く透かしていこうかなと思います。軽く透かす前の姿がこれね。じゃあ透かします。はい、完了しました。葉透かし後の姿がこちらでございます。はい、若干ね中が透けて見えるようになったのが分かりますでしょうか。結構な数落としてます。落とした葉っぱはねだいたいこんな感じ、結構な感じね、落としてます。はい、はい、こんな感じで YMJ の2番、山のみじ2番の葉透かし、そして剪定が完了しました。じゃじゃーんと、これでまた放置してまた、元気に育ってくれればなと思います。 YMJ の2番完了です。はい、じゃあ早速続きやっていきましょう。続きまして YMJ の7番でございます。これね確か動画出してなかったと思うんですけど、動画出してないところで全剥がりかけたんですよね。1回山もみじの7番全剥がりかけました。で今こんな感じになってきております。めちゃくちゃ歯込んでるの分かりますかね。こんな感じ、この歯の数がえぐい。この山もみじは小葉生じゃないんですよね。で芽吹きたてでこの葉っぱの小ささなんですけど、これねしっかりでかくなります。まだまだこの木がね成長しきってない、古くなってないので、まだまだこれからでかくなる。だからね、まあ、今のうちにこう葉透かししてちょっとね葉の渋滞をね減らしていこうかなと思います。まあ、葉透かしも一応肩剥がりやっていきます。こんな感じで片方の葉っぱを落とす。で例えばこれなんですけど、これね葉っぱじゃないんですよね。袴が変形したもの、
それはね、取っときます。こうやって肩剥がりしつつ、変形した袴も取っておく。上も肩剥がりしつつ、よっと。変形した袴あれば取る。ないとこもあるんですけどね。これ一見葉っぱのように見えるけど、これは葉っぱかな？葉っぱっぽい？わかんないですね。お、なんか虫いた。蜘蛛？アリ？なんだろう。あ、大丈夫か。びっくりした。失敗したと思った。肩剥がりね。肩剥がり。こんな感じで、慎重に慎重にやっていきます。よっと。で、この新しい芽は、掴めればもう除去しておきます。掴めるようであれば。で、肩剥がり。よっと。こいつも肩剥がりでいけそうですね。よしよしよし。こんな感じで、少しずつ少しずつ、まあ細かい作業なんですけど、地味にやっていきましょうか。これは長いぞ。長い戦いになるぞ。やったで、出てきた芽は摘み取る。細か。無理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 。いやー、すごい器用だな、俺。すごい。これはどうなってんだ？こっちを取ればいいのか。やったー。はい。じゃあそんな感じで、肩剥がり全部にかけていきまーす。はい、完了しました。こんな感じ。落としたのはこんな感じでございます。ますますさ。はい、でハスカシゴの姿がこんな感じでございます。かなり透かされたね。まあまあ、もしかしたらね、見逃しで残ってる葉っぱ、二股のまま残ってるやつもあるかもしれないんですけど、まあ細かいところはね、気にせずやっていきましょう。ある程度透かされればそれで OK なんです。はい。おー、それにしても透かされましたね。この辺が正面かな。この辺正面にしてドンと。これ邪魔だね。いや、はい、これ邪魔だね。はい、こんな感じです。いいね。これもまたね、このなんて言うんだろう、切り戻し傷とかが結構目立つんですよね。目立つ状態になってるんですけど、まあ育っていけば少しずつ馴染んでくると思うんで、その馴染んできた頃に結構いい姿が見れるんじゃないかなと思います。まだ幹肌もね、緑が残ってるし、これが少しずつね、茶色になってきて、緑が消えた頃にこいつはね、進化を発揮するというか、もう少しワンサイズ上のランクの姿を見せてくれるんじゃないかなと思います。その頃に合わせてもう少しね、小枝を増やしていきたいですね。この辺りもちょっとスカスカだし、この辺りももうちょっとボリュームアップしてもいいだろうし、今のボディよりももう少し太ってほしいかなといった感じ。そのためにも葉っぱ増やしていきたいなといったところ。はい、今日の目的はハスカシなんで、これで終了です。このままね、また元気に育ってもらえればなと思います。はい、終了。はい、ということで本日の作業終了でございますと、山もみじの2番と7番、2本の山もみじ手入れました。山もみじ2番の方はまず剪定してハスカシ。山もみじ7番の方は肩剥がり、恥ずかしい。
ということで2つともね、まあ、これから梅雨になって夏までひたすら成長を続けると思うんですけど、その成長を邪魔しないように、そしてより無駄のない成長、なんて言ったら必要のない枝を伸ばしてもしょうがないじゃないですか。だから必要のない枝をバシバシと落として、まあ、必要なところに力を持っていってくれるような手入れをしたつもりではあります。これがどうなるのか分かるのは今年は終わった頃、感受姿になった頃だと思うので、その姿になる時まで精一杯力を入れてやっていきましょう。ということで本日の作業以上でございます。ご視聴ありがとうございました。皆様もご視聴楽しんでください。バイバイ。